皆さんこんにちは。今回は、旧東海大学阿蘇校舎、今の、震災校に行ってみたので、その紹介をしたいと思います。熊本市内から向かう際は、途中で、今建設中の新阿蘇大橋を見ながら、向かうことができます。東海大学阿蘇校舎、現在の、震災校にはですね、交通機関、アクセスですが、自家用車もしくは、レンタカーなどの、自動車のみで行くことができます。公共交通機関、バスなどは運行されていないのでご注意ください。まず最初に東海大学の、昔の、現在の写真と昔の写真をご覧ください。まず最初に、東海大学に、入っていくと、まず目に見えるのは、断層、表出した断層を見ることができます。この断層なんですけども、東海大学の、東海大学の、教授などからいろいろ話を聞くんですけども、その中でですね、教授の教授ではなく専門家の方がこの阿蘇校舎を視察に来られた際にですね、鉄筋コンクリコンクリート製の建物がですね、活断層の影響により、被害を受けるっていうことはですね、文献では、見れたことはあるんですけども、実物は見たことないということを、聞いたことがあります。そこも建物があったところで、ここも入ってるけど、ここを真下を走ってたと。今置いてるここなんだ。だからここになったところがここが剥がれてる。あれがこれね。もっとこれね。そうです。評価されていた場所は何の被害もなかった。まあ、熊本のキャンパスでもついてるやつをしてたところは被害は特になかった、でもこうしてなかったところを見ると被害は大きかったと。あ、すごい、全然違うんだね。これ初めて見た、阿蘇校舎の図。そうそうそう、ここの耐震はもう残すためにしてあるけど、当時はなかったのかな。そうそうす、そうす、そうそうす、これ。あ、もうガラス割れてるんですね。ガラス割れてて。熊本城に行く前にここに来て、多分地震について知った。こっちの方が100倍いいよ。この距離で見れないもんね。沈んじゃってる。はまるんじゃねえって言うな。俺ら。これはもともとそこにも渡りがあったと、ガタンと来て。え、これこれポケシスね。頑張ってよいしょって。離れちゃったの。そうです。やば、地震で離れたっていうのか、それとも地盤地域空いたって。そうそう、地盤。
ということで、一周回ってきたわけなんですけども、この、断層表記した断層を眺めながらですね、最後に東海大学の阿蘇校舎を眺めながら、この動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。